藤子です。今日は私がいつもしている猫グッズのお手入れ方法についてご紹介させていただこうと思います。まあ、そろそろ猫毛の季節が到来ということで、まあ、こんな感じでだいぶ抜け毛が溜まってきてしまいましたので、こちらの猫毛をきれいにこれから掃除したいと思いますので見ててくださいませ。濡れタオル、雑巾ですね、こちらを用意して、これでただ拭いていくだけです。はい、こんな感じでだいぶマシにはなったと思います。茶色いので目立つので、またこれがだいぶ古いので使い込んでるのでもう買い替えた方がいいっていう話なんですけど、まあ、にゃんこたちも気に入ってるので、もうしばらくこれで使っていこうかなと思います。あとこちらのコロコロに似た道具なんですけど、これは便利ですよ。コロコロだとテープがどんどんなくなってしまうんですが、これはずっとずっとテープがなくなることはないので、でここでゴミがたまるのでゴミを捨ててまた使える感じですね。だいぶね、最初に比べたら綺麗になったと思います。でもう一回かけたりとか、あと掃除機かけたりとか、仕上げにコロコロしてあげればもう完璧に綺麗になりますので、もしこの方法を知らなかった方はぜひ次回試してみてくださいませ。参考になりましたら幸いでございます。ありがとうございました。